庫の方が結構汚れが多いですね。綺麗になってるわ、すごい。チェキチェキ、こんにちは。表参道ヘアアーティスト、あやまるです。今回はこちらマイクロバブルを使って毛穴汚れがどれだけ落ちるのかを検証していきたいと思います。皆さんは普段からヘアケアなどをして髪に気を使ってますよね。もちろん私も美容師として頭皮や髪の毛に気を使っているんですが、やっぱりそれでも洗い残しだったり皮脂などで頭皮って汚れてしまうっていうのが当たり前なんです。なので今回はそんな頭皮汚れをこのマイクロバブルを使ってどれだけ落ちて綺麗になるのかを見ていきたいと思います。このマイクロバブルを簡単に説明すると、泡が出てくるんですけど、その泡が髪の毛の16分の1の細かさの泡なんです。毛穴詰まりの解消だったり頭皮環境を清潔にしてくれるんです。一体どれだけ綺麗になるのかをこのスコープでビフォーアフターを見て確かめていきたいと思います。では早速やっていくんですけど、その前にこのマイクロバブルについてもう少し詳しく説明していきますね。マイクロバブルといってもお水なので、手に油汚れがついてお湯で洗ってもヌメヌメが残るのと一緒で、この頭皮にある皮脂汚れとかはしっかり落ちないんです。じゃあ毛穴詰まりも頭皮環境もそこまで良くならないのってなると思うんですけど、このアオレで導入しているマイクロバブルは研究者との共同研究で数百種類の酵素と植物天然エキスでできた特殊な成分をお湯に混ぜることで、その数百種類の酵素と植物エキスが皮脂汚れを分解して汚れを浮かせてくれるんです。その浮いたものを髪の毛の16分の1の細かさの濃密な泡が毛穴のもっと奥の汚れまでかき出して綺麗にしてくれるんです。私も実際にこのマイクロバブルを導入するときに試しにやってみたんですけど、この頭が軽くなるのがすっごいわかります。本当に頭が軽くなってスッキリした感じがするし、あとはこの髪の毛の立ち上がりも良くなりました。この2つが即効性のある効果として感じましたね。あとは他にも普段のシャンプーでは落ちない髪のキューティクルの細かな汚れも落としてくれたり、ビルドアップしたシャンプー成分とかも綺麗にしてくれます。ビルドアップっていうのは蓄積という意味なんですけど、シャンプーとかに入っている成分が過剰に髪に付着しているっていうのが一番わかりやすいとは思うんですけど、皆さんもよくシャンプーを使っていて、最初は使ってていい感じだなって思っても、使ってるうちに質感が変わってきて、ベタついたりギシギシしたりっていうのを感じたことある人もいると思うんですけど、そういうのもこのマイクロバブルで綺麗にできちゃうんです。ちなみに毛穴に詰まった汚れも落ちるので血行も促進されて、頭皮に赤みがある時とかあるじゃないですか、それも色が収まったりもするんです。あとはこの顔に洗顔する時に使ってみたんですけど、このマイクロバブルを使って顔を洗うと化粧のりがすごく良くなりました。これも普段の洗顔だったりクレンジングでは落ちない汚れが毛穴に詰まってるんですけど、それもさっき言った通り顔も一緒で毛穴の奥の汚れまでかき出してくれるので、いつもと同じ化粧品を使ってるのに化粧のりが良くなったんです。ここまでマイクロバブルの説明をしたんですけど、分かりましたか？すごいっていうのは分かっていただけたと思うんですけど、じゃあそれが実際にどれだけ綺麗になるのか変わるのかを見ていきたいと思います。はい、では今日はアシスタントのジッポ君に手伝ってもらいたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、では早速この私の頭皮がどんな風になってるのか見ていきたいと思います。あ、これこれ、あ、やばいな、結構これとか汚れだよね。普段私もちゃんとケアしてるけど、やっぱりそれでもこれだけ汚れってたまるんですね。この後頭部のところって洗い残しが多かったりとかケアしづらいので、後頭部の方が結構汚れが多いですね。ちゃんとやってるんですけどね、こことかもう毛穴に明らかに詰まってますもんね、うん、この汚れがマイクロバブルを使ってどれだけ落ちるか楽しみですね。あ、でもやっぱこのもみあげらへん、この耳周りとかも汚れって残ってますね。この辺も
やっぱ結構シャンプーとかだと洗い残しやすい部分にはなるので、この顔周りだったり後頭部が汚れがちょっと目立つかなって感じですね。であとやっぱこの耳裏の襟足の部分って、ここも結構すすぎ残しも多いので、そうですね、やっぱ見てわかりますね。ではこれを今からマイクロバブルで綺麗にしていきたいと思います。はい、ではやっていきます。はい、今これで施術が終わりました。今からドライヤーをしてパブリックを乾かしてこの頭皮を見ていきたいと思います。はい、今ドライヤーが終わりました。ドライヤー乾かしててすごい思ったんですけど、もうふわふわ、ほら見えます？この立ち上がりがすごいんですよ。髪の毛のさっきまでぺちゃんこだったんですけど、めっちゃふんわりする、弾力があるっていうか、だから全体的にもう髪の中のいらない成分が全部取れたっていう感じですね。ふわふわ、なんか赤ちゃんの髪の毛、生まれたての髪の毛っていう感じです。で、すごいツヤも出ました。こうやって指を通してみると、もう毛先はねふわふわなんですよ。これマジですごいです。でもやっぱり一番感じるのは、もう頭皮のすっきりさが半端ないです。もう全部なくなったって感じ。頭めっちゃ軽いです。で、普段私スタイリング剤でオイルとかすっごいたくさんつけるんですけど、そういうのってやっぱりちょっとずつ蓄積して髪の毛がペタってなったりする原因になるんですね。それがもう全部なくなったって感じです。またゼロに戻った、最高です。はい、では今からまたこのスコープを使ってどれだけ綺麗になったのかを見ていきたいと思います。おお、あ、綺麗になってるわ、すごい。なんかちゃんとさっき汚れが詰まってたところがなくなってるから、穴が開いた感じになってて、ちゃんとへこんでますね。すごい分かりやすい、今のとか。綺麗になってるけど、やっぱり落ちきらない。 100% 絶対に全部落ちるっていうことはないんですけど、でも綺麗になってますね。これは続けていくことがすごく大事かなって思います。でも1回で本当にこんなに綺麗になるんだと思ったら、なんかちゃんと続けた方がいいなって自分でもなりますね。嬉しい。で、さっき特に汚れが詰まっていたこのもみあげの部分だったり後ろの部分も見ていきたいと思います。はい、おー、違いますね、さっきと。やっぱりいい感じ。ちょっと後ろの方も見せてよ。違う、全然違う。さっきこの辺って汚れ結構あったんですけど、嬉しい。なんかずっと見たくなっちゃいますね、これ。はい、ということで今回はマイクロバブルでどれだけ頭皮の汚れが落ちるのかを検証していきました。どうでしたか？1回やるだけでもビフォーアフターで効果を実感できますし、これを継続することでさらなる効果が期待できます。今回は簡単な企画だったんですけど、今後はもっと面白い企画もやっていこうかなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。今日の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるので、たくさんコメントお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。